最初なんかビールは黄金のジュースって言ってる子がいて、え、意味がわからないと思って。青学ってめちゃくちゃそのお酒の文化強そうじゃないですか。まあ多分飲み会ウェーってやってみんなゾンビみたいな。だからなんかサークル長とか、あ、そうですそういう人は絶対2個下付き合う。暇だから恋愛したいみたいなありますよ多分。え、老けたらみんな同じ顔ですよ。でも結婚ってなんで若いうちにしとくかっていうと、それもで大学、うん、で実際学ぶこともあって、まあ別にこれやっていけばよかったなっていろいろとあると思うんですけど、うん、じゃあ大学生で勉強以外何やってるんだって話ですよ。多分飲んでる。多分この感じ飲んでる。絶対に。2人で結構こんな感じそうだ、ね、2人で飲みに行くことは、うんうん、あって普通に飲むよね。でも、うん、サークルの入ってた 1,2 年生とかはサークルの飲み会っていう感じだけども、うんうん、それ以降 3,4 年生はもうなんか本当に美味しいお酒飲みながら美味しいご飯食べるっていう方にギフトしていて、うん、そっちに大人の女性に走っていくの、うん、そうですね、落ち着くし、って周りはでもなんかそういう人が多いかもしれない、うんうんうん、え、待って、大学、まあ、2年生までは、うん、多分お酒をキャパを知るみたいな感じで、キャパを知るそうですよね。そこから3年生になると何が起きるんだって話ですよ。疲れちゃうから、そうですよね。そうか、終わりとかがしんどくなってきますよ。年取ってくるもう家帰りたいそうです、そうです、そうです、なんかね、わちゃわちゃした飲み会で2500円取られるのすごい嫌だね。美味しくない、そうなの、美味しくないところで美味しいもので2500円払いたい、そうです、そうです、なんか美味しいご飯と映えと疲れない環境、うんうん、あ、そうなの、気使いますよね、飲み会。待って、じゃあこっからの話は、はい、僕唯一今男一人 で、はい、でも男子大学生だったっていう身から、はい、女子大学生とかいろいろ聞いていけないんですよ、うんうん、だって男子大学生って女子大生の謎みたいなのめっちゃ持ってるんですよ、実は。そうですか。いや、それって本当なのみたいなっていうのめちゃくちゃ多分あると思っていて、いいですか、いろいろ聞いて、はい、でまず芋焼酎に手出すのはなんでなんですか。え、おいで、いつからなんですか。本気のお酒をたしなみに出すのは3年生でした。今上中ポムさんは3年生から行き始めたんですね。そう、ビール、あ、うん、ビール、あ、2年生、ビール2年生、うん、梅酒2年生で飲めるようになる、うん、ワイン2年生で飲めるようになる、うん、焼酎3年生、うん、日本酒4年生、ウイスキー4年生でした、うんうん、そういうの覚えてますね。純興奮でってる。そうですね、最初は本当にもうサワーしか飲めなかったから、ほらだんだんなんか、ね、なんかだんだんね、うん、そうそうそう、ビールなんて何が美味しいんだみたいな、ね、なってましたね、感じだったんですけど、なんかでも美味しくて美味しくてしょうがない、ね、そうだね、いいな。最初なんかビールは黄金のジュースって言ってる子がいて、え、意味がわからないと思って、全然全然苦いって思ったけど、そうですよね、今は確かに嬉しい。え、池田さんビール好き。ビール好きです。ビール好きです。でも飲まないようにしますけどね。あ、でもそうなんだ。太っちゃうから最近ね。あ、そうなんだ。女子大生あたりですね。そうです、そうです。え、じゃあ女子大生、じゃあビール実は好き、うん、だけれども、じゃあ男性と飲む時って何飲む、何チョイスします。それビールガンガンいきますよ。例えばビールいっちゃいます。それは多分男性の種類によりません。目の前に、そう、初デート、初デートの時ビールいきます。いきます、いっちゃう。生でって普通に言っちゃいます。生で、生で、はい、ハイボールです、ごめんなさい。ハイボールも一緒だけど。気にしてるんですか。いや、あの、普通にカロリーを気にして。そうですよね、そうです、カロリー気にしてですね。ハイボール飲みます。ハイボール飲みます。最近はもうハイボールにしてます。ビールがカロリー高いから、ハイボール手出そうと思って、あ、美味しいわみたいになっちゃって。好きなんですよね。そうです、飲んで。あ、そうなんだ。お酒のチョイスはまあ別にハイボールもビールも、いや、まあ言うたらちょっとおっさんの意味であるじゃないですか。うん、ありますよね、多分。まあそうですね、女子は一般的には。でも行くんですね。え、全然。それギャップ狙ってるんですか。いや、遅く。うわ、うわ、ちょっと待って、いた。作詞がいた。いや、そうじゃなくて、なんか前、多分5年前ぐらいまではこう、サワー可愛いみたいな流れだったけど、うん、今は多分一緒に飲める女性の方がいいみたいな風潮ありません？あります、あります。飲めるんだって言われますよね。そう、逆に好感持ってもらうことの多いですよ、うん、ってことは戦略的に。いや、戦略ではない。好きで飲んだから。なんか、あざといな。いや、可愛いイコールサワーの世代ではないよっていう、うん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 、なるほどね。そうです、そうです。あ、でも、に合うのが、さ、ビールのよりもそういう方が合うから。そうです、私はビール好きすぎて、お家でアマゾンで3ケース家飲みするんですか。します、します。もう普通にお酒が好きだから、相手によって変えたりしないですね。もうビールから飲みたい、飲むっていう自分を貫けたビールが好き。
しいなってビール飲めと偽るなということです。そうです、そうです、そうです、そうです。マジですか、それ初デートでもそうなんですか。そうです、偽った自分を好きになってもらってもしょうがない。深いな、深いな。ちょっと待って、でもそもそもの、うん、女子大生大学に入りますで、お酒飲みになりますで、いろんな経験しますで、まあいい男の人が来ますと、それ実際大学に入って、これちょっと踏み入った話、男性、ちょっと男性経験って良くないですか。誰と初デート行きますかっていう気になる。で、美人女子大生はどんな男を、ちょっと待って、飲みたくない。飲みたくない。飲みたくない。流れ考えてください。でもこっからは多分僕の土俵ですね。僕は普通に気になること聞いて今。お酒飲んだ方がいいです。そうですよね。はい、で話の続きですよ、大学生になると、はい、でも高校生の時より伊勢と、うんうん、絡む機会じゃないですけど、関わる機会って多分必然的に多くなるんじゃないかと、うんうん、サークルとかね、うん、あ、でもそう、うんうん、可処分時間が多いから、うん、その彼氏作る時間も増えるし、うんうん、っていうことじゃないんですか。あ、そうなんです。彼氏作りたいって言ってますよ。あー、彼氏作りたい。女子校出身なんで、あー、言ってます。彼氏作りたいって思ったと。あ、なるんですか。いや、作りたいと思いました。全然関わる機会もないし、経験もないし、話すだけでも最初は緊張するし、みたいな感じ。確かに、今めっちゃ緊張しますよ。あ、いや、してないですね。超緊張します。目が笑ってなかったですよ。ごめん、ちょっときつかった俺今。ごめん、10円言っといて、多分めっちゃコメントの話だ俺。でも、多分大学生になると、高校生の時より多分ちょっと距離近くなるじゃないですか。で、多分分かんないけど、距離近くなると思うんですけど、じゃあその中で初デート、どんな人と関わりたい、どんな人を飲みたい、これはあれですね、友達としてじゃなくて、どういう男性を選びたいと思います、女子軍は。どうですか。なんかね、大学生女子ってやっぱサークルに入るので、うん、サークルの先輩とかのパターンが多いと思う。一女と三男とかが本当にそう、絶対ザっていう感じの王道パターンだと思いますね。あ、そうなの。一女でサークル入られたわけじゃないですか、はい、ガーって三男さん来ませんでした。そう、こっちから行くんですか、三男から来るんですか。なんか一度って大体そういうもんのだとしたら、やっぱり可愛がってもらうっていう意味で、一度っていうのは三男だけじゃなくて、多分この全365度から、365度ってのは360度から来るじゃないですか、一斉に。どれ選ぶんだ、3段なのか、1段なのか、2段なのか。そのパターンで3段多くない、3段、4段が多い気がする。先輩のフィルターがかかってて、先輩フィルターが多い。なんで先輩フィルターなの。なんか大人っぽいとか、かっこいいとか。関係ない。年上の方がこう大人っぽいから、頼りになりそうみたいなイメージはあるのかもしれない。余裕がありそうとかですよね。そう、関係ないけど、かかってるからフィルターなんですよね。前提として、じゃあ女性っていうのは大人っぽい人の方がいいってこと、結局は。あ、そうかもしれない。なんかリードされたいみたいなところあるんじゃないですか。こっちもこう1年生で分からないことが多いから、恋愛でリードしてくれる男性を選びたいみたいな。そんな不公平だ。でも3個下だったらいけるってこと。確かに、2個下だったらいける。そうです、そうです、そうですか。そうですよ、なるほどね。そういう考え方ね。そういうことですよ。あ、そんななの、大学生って。大学生だけじゃないのか。そうですね。どうなんだ、まあ、大学生特にそうなのか。でも大人っぽく見えますよね。見えます、見えます。そう、それがいいんだ。4年生とね、3年生4年生別に見える。そうそう、4年生ならそれこそ高校は被ってないぐらいの年の。確かに確かに確かに。学生だから、サークルももう引退しちゃってるけど、たまに遊びに来てくれる先輩みたいな。そうです、そうです。それがいいの。結構かっこよく見えるかもしれない。ですよね。はい、ちょっと待って、行くよ。でも、じゃあ一条って、はい、でも一条人気っていうのちょいちょい聞きますよ。はい、一条人気で、いろんな男性来るじゃないですか。で、三男の中でいろんな人来るじゃないですか。三男の中でもどういう人がいいんだっていう。はあ。大人っぽいっていうのは多分みんなそうじゃないですか。はい、ある程度。フィーリング。そうですね。フィーリングって。ふわ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 抽象的な言葉を使って、だから男子高校生が迷うんですよ。どの方向性に私は行っていいんだろうか。大学入ってからですか。そう、マッシュにしたらいいんだろうか、先輩の真似して、だから血迷うんですよね。マッシュ
シュ。マッシュ持ってますよね。持ってますよね。それも女性の中でもよりません、うん、このマッシュ嫌って人と、うん、はいはいはい、マッシュみたいな男の子が好きってことを分かれますよ、うん、それはもうじゃあ最初の頃マッシュの人、うん、あ、いいな、やっぱ行くんだ、いいなって私も思ったし、周りも結構思う、韓国の影響か。韓国の影響ですかね。でもまあまあまあ、でもマッシュイケメンですよね。かっこいい、わかんない、この時代に乗ってるのかわかんないですけど、でも髪型以外だったな。ファッション？あ、一緒ですか？ファッション髪型ファッション一緒。あとは？あとはなんだろう。三段の中でもどんな人がモテるなって思います？女子大生から見たら。え、幹事長とかモテてました？サークルの幹事長。ああ、なるほど。いや、そうそうそう、なるほどね。そんなこと関係なかった、関係なかったのか、うん、憧れの対象なんだろうね、うん、でも役職とかあったらなんかかっこいいなあ、うん、あ、それはあるんだ、やっぱり仕切ってるなーみたいな。確かに確かに確かに、なるほど、確かに。じゃあその男子高校生とか男子大学生からしたら別に自分に自信はないけれども役職を得ることができればワンチャンあるってこと？え、あると思います。それはフィルターですね。フィルターですよね。かかるの？え、幹事長って可愛い顔の人いません？可愛い顔の幹事長の顔の幹事長の彼女が可愛いっていう印象ありません？年下の可愛い彼女いるみたいな、ないですか？なんかサークル長とか、あ、そうです、そういう人は絶対2個下と付き合う。それはある、そう、なんか2個下と付き合って、そうです、これね、放送された次の日からね、うわー、男子大学生、あの、走りますよ。なんかそう、役職持ってる子は2個下と付き合いがちみたいな、うんうん、やっぱりそうですよね、そうです、そうです、親子代みたいなので、こう、面倒見てるから、これ芽生えちゃうみたいな、そんな、買いますよ。でそれが大学1年生の、大学2年生だったらまだ先輩がいる、じゃあ第3、第4になったらどうなるんだと。確かに。ってなると、ちょっと待って、これ必然的に考えるとでしょ、大学1年生、2年生、先輩ってなると2校への先輩、それ幹事長とかいるじゃないですか、サークルの。大学4年生になったらもう上の話になるじゃないですか。これよく聞く話ですよ。もっと上行くことありますかっていう話です。なんか私はか、あの、ないんですけど、社会で、うん、ちょっと今言葉が消えちゃっちゃう、ちょっと片言になってました。大丈夫か。社会人の人はやっぱり仕事ができる、うん、あ、そうだね、学生とは違うとなると、うん、かっこいいな、対象の学生じゃなくて、なるほど、もっと仕事できる人とかになるかも、うん、そう、それはお金に余裕もできるし、ああとか、いいお店も知ってるし、うん、なるほど、うん、みたいな、なんか基準が変わりますよね、うん、そうですよね、いい男性と思う基準が変わる、うん、いい男性と思う基準は、ただ仕事ができる、仕事ができる、あとじゃあ一人ずついきましょうか、経済力がある程度か、金があるってことですね。いや、言わないですよ、言わないよ、いやいや、ダイレクトに言えばね、お金は大事、お金は大事、お金、じゃああとは、出ちゃったかな、もう金ってことですね。いやでも、まあ、まあ、人として信頼できるじゃないと、うん、信頼感、うん、はい、あと思います？清潔感、うん、ああ、清潔感、清潔感、ある程度のやっぱり見た目は必要だと思いますよ、うんうんうん、何歳になっても、うんうん、だそれって、うん、あれですか、ちょっと話戻しますけど、年上がやっぱりいいんですか、それと同い年でもそれが満たされてればいいんですか、それは、あ、満たされてればいいです、うん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 、そうです、年齢は記号だから、うんうん、中身の話です、うん、いいですね、今ね、ペロペロ年齢は記号だから中身の話、確かにそうありますね、年じゃないです、そうそうそう、そうか、年が上でもね、子供っぽい人もたくさん、うん、確かに確かに確かに、確かに、そうです、なんかしにくくないですか、タメだと、うん、ずっと対等で友達になりやすくて、うん、お財布にこう先輩ってあると、うん、こういうやってもらうところで恋愛関係になりやすいみたいな、そういうことか、うん、はい、見ちゃうのね、うん、今でもなんかバイアス入っちゃいますよね、うん、女性、逆にどういう女性がいいんですか、僕っすか、はい、一応ね、うん、男性の、でもそうね、女子大生っていうところから、はい、うん、社会人男性として、社会人男性として、社会人男性はどういう人を好きになるのか、はい、どんな、うんうんうん、世の男性の声を代弁しますけど、うん、まずそもそも論として、女性なんかいろいろなんか悩むじゃないですか、どの男性と付き合いたいとか、なんかこういった人いいなとかいろいろ言うと思うんですけど、でなんかこういった男性と付き合いたいと、で私こうあるべきだっていうあると思うんですけど、で自分磨きっていう言葉なんかトレンドワードじゃないですか、あのめちゃくちゃ無駄、あの結局なんか自分磨きって言ってるけれどもそんなどうでもいいですもんね、結局は外見ですね、間違いなく今笑ってますけど、でもそれは多分あの男性なんてあなたの中身見てません、えあなたの中身見てません、結局
そこなんですか。生まれてから決まってるんですよ。生まれてからあなたはモテるかどうかっていうの決まってるんですよ。だから別に何をしようと別に関係ないですよ。外見だけ磨いてくれればっていうのは正直あります。じゃあ自分磨きイコール外磨きだったらいいんですか。あ、だからそう、自分磨きって言ってなんか私バックパッカーしていろんな価値観を、ああ自分探しみたいな、だから私なんか自己啓発本って私こうこうこうだからこういう考え持ってますみたいな、そんなの無駄ですね。生まれてから決まってるんで、だから自分の中にこうあって作って綺麗な基準ボン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 やってて綺麗だったらそれが正解なんですよ。であとはどれを選ぶかっていうと、その時にパッテリ会った子が可愛いと思ってそれ選ぶ。間違いない。だから普通の男の人とかってうわこの人のこの性格こういいなって言うけれども結局関係ない。外見です。外見か。これなんかもリアルな声ですよ。まあでも迎合してるところありますよね、正直と。髪の毛とかメイクとか私たちもこう気をつけちゃってるから迎合してるところはある。そうなんね。外見も嫌だけど見られるの嫌だけど。みたいな、うん、でもね、まあ、あの見られてるっていう意識があるから皆さん継承してるわけじゃないですか。確かに確かに確かに。そうだから男性がやっぱそう見ますよっていう外見なんですよね。いやそこ結構このなんか塩梅が結構悩ましいというか、うん、この気にするけどこう中身も見てほしいし、うん、みたいなこの引っ張り合いが多分この年代で結構あるんじゃないかなと思って悩みとして、うん、悩んでるんですか。え、なんかだって外見ばっかにこう気を取られてても、うん、どうせこう老けていくわけじゃないですか、うん、私たちって。おばさんだったら捨てられるみたいな。そうです、そうです。なんかそれってあるじゃないですか。だから結婚ってあるんじゃないですか、契約。若い時に結婚して契約して別れらんなくするんじゃないですか。だからそのために結婚ってあるんですよ。え、初耳です。いや、そうでしょ。そうなんですか。あの、言っとくけどね、あのね、その結婚、みんな老けてくんですから、だいたい老けたらみんな同じ顔ですよ。だから結婚ってなんで若いうちにしとくかっていうと、それもう若いうちに縛っとくんですよね。男を。そう、男を。でその後離婚で面倒くさいじゃないですか、うん、で若いうちに最低だよね。でもだから離婚するじゃないですか。でも自信ないって言ってらっしゃるから、え待って、俺これ終わった